しゃべった。ある日突然、うちのテレビがテレビ男に大変身。奇想天外なオカルトラブファンタジー、豪華キャスト大集結でテレビ男をめぐって、一騒動二騒動、一途な乙女心はカルトな波動を受け、今も昔も変わらず大パニック。春子超常現象研究所、12月5日幕開け。